はい、続いてのステージはですね、シンガーソングライターのタークさんになります。おはようございます。おはようございます。はい、ちょっと質問したいと思うんですけれども、掛川を中心に活動されている、はい、ということなんですけれども、いつもどのようなところで活動されているんでしょうか。普段はですね、掛川駅 の、 あの、はい、南北連絡道ってのがありまして、はい、地下道の中に潜ってですね、夜8時頃から、まあ、調子が乗って仲間が増えると朝の2時頃まで、歌わせてもらってます。そうなんです。じゃあすぐ会えるということで。そうですね、毎週金曜日に来ていただければ多分、はいま、はい、今日はですね、はい、まあ、岩田のゲットライズ、初めてアウェー岩田と言いながらも、僕ですね、はい、北海道で生まれて境町に昔住んでて、その後権現町に住んでて、森に行って掛川っていうルートで、まあ、ふるさとみたいなもんでね、日小学校も出てますしね、昔あった東町幼稚園も昔来てましたのでね、非常に懐かしいなと思ってお邪魔してますけども、はい、まあ、この岩田のね、素晴らしいビッグなイベントのゲットライチ、掛川を負けずにやってるんですけどもね、掛川のゲットライチの、まあ、掛川の PR を少しさせていただきたいということで、よろしくお願いいたします。はい、岩田市にもゆかりがあるということで、はい、はい、でこの CD の売上金の一部を東日本、大震災に寄付されているということなんですけれども、はい、大した枚数出てないんであれですけどもね、手売りだけでライブの方でね、手売りと、あとは掛川の東門の里さんの方にも置かせていただいています。この後歌わせていただきます天浜線チャット飲みないの、まあ、2曲とカラオケで500円で、後で手売りしておりますので、はい、よろしかったらお願いします。はい、皆さんぜひ声かけてくださいね。それではこれから歌っていただきたいと思います。タークさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあおはようございます。ちょっと見ると怪しいですけどね、全然怪しくありませんのでね、メガネ取って帽子取るとね、なんかそこら の、 作業員と変わりませんので普段は掛川の方で歌わせてやってます。先ほどシンガーソングライターっていうふうにご紹介いただきましたけど、どちらかというとシンガーコントライターの方になりますけどもね、ちょっとお笑いの方へ少し入りそうな怪しい状態になってますけど、まあ掛川メインで、あちこち出てますんでよろしくお願いします。じゃあ最初の曲はですね、天浜線という曲です。まあ、岩田もね、延べの方行けば岩田ですよね。なかなかこちら JR に近い方にいらっしゃるとお使いになる機会はね、少ないかなと思うんですけども、天浜線をイメージしましてね、作りました曲になります。はい、こちらの方はね、天竜浜名湖鉄道非公認ソングでございますので、よろしくお願いいたします。天浜線この電車はどこまで行くの、地元の人さえわからない、森町まではわかるけど、そこから先がわからない。掛川駅から西に向かって45線沿いを走ります。草木降ったまた新庄原、覚えてください。天浜線掛川を出て6個目の駅は木造無人宿舎原野屋駅、ウォーターボーイズ2の姫野駅、待合室に姫野の看板、ウォーターボーイズ2ロケ地なのに田舎臭いのはなぜですか。原屋じゃないです、原の方や、覚えてください。天浜線掛川を出て7個目の駅は行幸1日80原田駅、鴨荘行くなら原田駅、近所に僕が住んでます。山の奥には奈良ここの里、しばちゃんちのジャージ牛乳おいしいよ。新東名森掛川インター最寄りで
です。使ってください。天浜線。昔の電車は今どこにあるの？マニアの人さえ分かっていない。二俣線から天浜線、昭和62年の春でした。古い車両はミャンマーで、ヤンゴン環状線を走ります。おかげさまで開業26周年。愛してください。天浜線、負けたくないのは煙鉄線。西島美恵子は池上線、野口五郎は私鉄沿線。使ってください天浜線。はい、どうもありがとうございました。天浜線という曲でした。天浜線っていうのはですね、昭和62年3月15日に二俣線から開業になりまして、駅数が38、営業キロ数 67.7 ありましてね、仲間のうちに38番まで作ったらどうだっていう話があるんですが、一応ですね、他にも普天竜二俣駅とか遠州森駅とかね、あるんですけど、多分これやってると2時間ぐらいかかるんでね、お客様との壮絶なバトルになると思いますのでね、今度ギネスに申請するときに挑戦してみたいと思います。はい、そんなわけでですね、誠名残惜しいんですが、もう最後の曲になってしまいました、こちらの方もですね、地元の方へ曲です。いや、しっぺくんの後ろ姿って可愛いよね。しっぺくん、イエーイ、おめでとう。しっぺくん全国区。ちなみに掛川には茶の宮金次郎というのが今いたんですけどね、ちょっと残念ながらちょっとここら辺でしたね。はい、いや、かわいいな、しっぺくんの。後で持って帰ろう。はい、そういうことでね、最後の曲になりました。こちらの方はですね、チャット飲みない、遠州地区でしたらね、通じるかと思うんですけどね、チャット飲みなよと、早く飲みなさいということでね、お茶の曲になります。こちらの方はですね、昨年行われました、全国お茶祭り静岡大会の、イン掛川で、作らせていただいた曲になります。非常に簡単な曲になりますのでね、よろしかったら後で手拍子足拍子何でも結構ですのでね、やっていただくとありがたいかなと思います。じゃあ皆さん大丈夫ですかね。これたった2分で終わるんでね、早く次の可愛いアイドル出ないかなとお待ちかねだと思うんですけど、2分で終わるんで、もうちょっとだけ進歩してやってください。じゃあちょっとだけね、練習いきますよ。お茶お茶お茶茶茶茶飲みましょう。お茶茶お茶お茶お茶茶茶茶、ホットでアイスで。簡単でしょ。大丈夫ですよね。この前老人ホーム行った時もちゃんとおじいちゃん歌えましたから、多分歌えると思いますので一緒にお願いします。チャット飲みない。お茶茶茶茶飲みましょう。お茶茶お茶お茶お茶茶茶茶、ホットでアイスで。地元飲むなら掛川茶、お隣飲むなら森袋井、深蒸し競って菊川茶、うちで飲んでるじちゃばっちゃ。お茶お茶お茶茶茶茶飲みましょう。お茶茶お茶お茶お茶茶茶茶、ホットでアイスで。虫歯予防に風邪予防、血圧上昇を抑えます。眠気防止にリラックス、アルファ波まで出せるとか。お茶お茶お茶茶茶茶飲みましょう。お茶茶お茶お茶お茶茶茶茶、ホットでアイスで。1番2番3番茶、中等番茶でしまいです。ビタミン群も忘れずに、 CBE ダイエット健康
思考に最適。お茶お茶お茶茶茶茶飲みましょう。お茶茶お茶お茶お茶茶茶茶ホットでアイスで、そこで飲んでるあなた新茶じゃないですか。どうもありがとう。ということでありがとうございました。今日はね、岩田ケットライチの方にある掛川の店舗の方もお邪魔させていただいております。ありがとうございます。また掛川のものも一部ございますのでね、この岩田の、ケットライチさんの胸を借りましてお世話になっております。よろしかったらまたお立ち寄りください。タークでした。ありがとうございました。ありがとうございました。